はい。はい。フィールドワークですよね。そうでした、そうでした。さあ。か。よかった。よかった。頭の整理を済ませた僕は、事件の結末を見届けるため、七原さんの元へ向かうことにした。自分の仕事場であったホテルの医務室で、意識を取り戻した七原さんは、焦点の合わない眼差しで、天井をただ見上げていた。その顔には、恨みも悲しみも憂いもなく、ただ真っ白で、まるで、長い午睡から覚めた少女のようにも思えた。七原さん、そう呼びかけてみたものの、どう続けていいのかわからない。廃屋での狂乱した叫びを思えば、逃走を警戒しなくてはならなかったのかもしれないが、今ベッドに横たわった七原さんには、それだけの意志も残されてはいないようだった。どんな状況下でも顔色一つ変えない鴨泉警部補が、いつもの調子で淡々と唇を切る。七原さん、ここがどこだかわかるわね。はい。ホテルの別館で何が起こり、あなたが何を口にしたかも記憶にある?あります。すべては、谷さんと共謀した七原さんの計画であったと、僕もこの耳で聞いていたにもかかわらず、確認せずにはいられない。まあ、あと信じたくないって感じですよね。それは、自供とみなされますが、いいんですね。はい。私が、谷君を操って、この事件を。ああ、やっぱり。という失望感と、ようやくこれで事件が終わるという安堵感が、体の中でごちゃ混ぜになる。決して望んだ形で終わったわけではないが、もうこれ以上、犠牲者が出ることはないのだ。何と言ったらいいのか、七原さん、とても、残念です。思わず出た、僕の本音だった。申し訳ありません。そっと閉じた七原さんのまぶたから、透き通った涙が一粒、真っ白な頬を滑り落ちていった。どんなに深い罪を犯しても、その手の憎しみと血に染めたとしても、人の流す涙はこんなにも無垢で美しいものなのだ。少し、一人にしていただけますか。悪いけど、あなたはもう被疑者なの。逃亡の恐れがある以上。鴨泉警部補を右手で制し、僕は七原さんにうなずいてみせた。わかりました。この部屋の前に、所轄の者が立つことになるとは思いますが、それでもいいですね。十分です。ありがとうございます。何言ってるの、モーソル君。そんなことをして逃げられてもしたら、始末書じゃ済まされないわよ。大丈夫ですよ。今さら、七原さんは逃げたりしないでしょうから。僕の言葉に、七原さんがコクンとうなずく。渋る鴨泉警部補と小暮さんの背中を押し、医務室から追い出すと、僕はドアを閉めてから、もう一度、七原さんの枕元へとやってきた。今ここで確かめておかなくてはならないことがある。声を潜め、もうほとんど吐息のようなかすれ声で、それを口にする。七原さん、あなたがあった医療事故の本当の真実は、鴨泉警部補の推理とは違いますね。そこまでお気づきだったんですね。ええ。気が動転してて覚えてないかもしれませんが、あなたは確かに言いましたよね。何のために事故を起こしたかわからないって。全ては想像でしかない。けれど僕にはその光景をはっきりと描くことができた。吹き出す血、青ざめていく患者の顔、それを引き受け、研修医にもう一人の当直医を呼びに行かせる七原さん。目の前で消えようとしている命の灯火は、七原さんの手ならまだ救うことができるのに、彼女は手を止め、じっと見守っている。命の鼓動が失われる、その様を。そして当直医を連れて戻った研修医、谷さんは目撃する。無反応な心電図と冷たくなった患者、その前で呆然とする七原さんの姿を。きっと七原さんは最初から、谷さんの生まれも育ちも人格も、何もかも把握していたのだろう。すべては兄のため、失われた命を取り戻すための無慈悲で壮大な計画だったのだ。死んでお詫びをしたところで何一つ取り戻すことはできないんですね。だから私は死んだりしません。生きて悩んで苦しんで後悔に濡れ、懺悔の言葉だけを唱えることが私にできる唯一のことなんです。絞り出すように吐き出された、それが七原さんの最後の言葉だった。疲れ切ったように目を閉じた彼女の方を伝う涙は、やはり清らかに美しく、それだけが僕に救いを感じさせてくれた。
医務室を後にすると鴨泉警部補たちの後を追ってロビーへと足早に向かう。難しい顔の警察官たちに紛れ、好奇心で目を光らせているのは、優香さん、もう起きて平気なの？ご覧の通り、バッチリよ。バカは死ななきゃ治らないっていうのに、せっかくの治すチャンスを無駄にしたのね。何ですかそれ、ひどくないですか、もう。鴨泉警部補の言葉に、優香さんが両手を振り回して抗議してみせる。もちろん冗談とわかっているのだろう。口調とは対照的に、二人ともにこやかな顔をしている。犬猿の中と危ぶまれた二人だが、多少は和解に向かってるのかもしれない。あれ、小暮さん？オス、ここであります。大きな体を精一杯小さくして、小暮さんが僕の背後でひょいと右手を上げた。何してるんです、そんなところで。あ、いや、その、ほら、あれであります。風土病が感染したら、一大事と思って。心配ご無用。どうも薬と相性が良かったみたいで、もう跡形もないって太鼓判をされちゃった。バカは風邪をひかないって本当なのね。鴨泉警部補の言葉に、優香さんも今度こそまなじりを釣り上げる。何ですか、失礼な。っていうか、鴨泉警部補はナイロンザイルみたいにずぶとい神経だから、風邪も風土病もインフルエンザもかからないんでしょう。日頃の鍛錬と精神力の賜物と言ってほしいわね。どんどん低レベル化していく二人を止めようかとも思ったのだが、兄さんたちと話をするには、もう少し二人だけでやり合ってくれていた方が助かる。僕は小暮さんを二人の元に残し、ロビーのソファーに座り込んだ兄さんと、ひとみさんの元へとやってきた。向かい合って座る二人の間に置かれたテーブルでは、灰皿の上で、タバコが山を成している。どう切り出していいのか、言葉を選ぶ僕に向かって、顔も上げずに兄さんは言った。安住だがな。うん。瓦礫からは、遺体も、遺留品も見つかっていないそうだ。それじゃあ安住さんは、まだどこかで生きてるんでしょうね。きっと。そうつぶやいたひとみさんの眼差しは、遥か遠くへと向けられている。この島のどこか、いや、この世界のどこかで、きっと生きているであろう。変わり果てた恋人の姿を追っているのかもしれない。それをひとみさんが喜んでいるのか、それとも悲しんでいるのかはわからない。僕だったらどう感じるだろう。きっと嬉しいとか悲しいとか、そんなはっきりした感情ではなく、ただただ苦しいのかもしれない。変わり果ててしまった命が再び会えるかわからない運命が、自分のしたことで愛する人の魂を変えてしまったそのことが、自分の胸の内は何も語らず、ひとみさんは長いこと窓の外をじっと見つめていた。僕も兄さんも何かを尋ねることはせず、同じように絶え間なく揺れる海面を見つめる。そういえばひとみさん、一つ聞いておきたいことがあったんですけど。何かしら。どうして僕らには何の説明もなく、優香さんを連れ去ろうとしたんですか？それは俺も聞いておきたいな。自らの正体を隠し、何の説明もなく優香さんを連れ去ったあの時、僕の脳裏をよぎったのは最悪の事態だった。ひとみさんが優香さんから心臓を取り出そうとしているのではないか。悪趣味極まりない想像だったが、あの時はどうしてもそれが否定できなかった。今ならば、それがただの杞憂だったとわかるのだが、だからこそ、ひとみさんの真意を聞いておきたい。そうね、あの時はごめんなさい。私としたことが焦るあまり余計な騒動を招いてしまったわね。では間宮君のことは？彼女が常世島の感染症にかかっていたことは福井からの話でも分かっていたわ。けれどまだ感染してからの日にちも浅い。今ならまだ抗生物質の投与で間に合うんじゃないかと思ったのよ。もちろんこの島の風土病に抗生物質が 100% の効力を発揮してくれるとは限らない。その時には被害の拡大を抑え、一刻も早い治療方法を確立する必要があったから。ああして無理やり連れ去ったわけか。そういうことね。もっとも今にして思えば、あんな廃墟同然の手術室では治療方法の確立も減ったくれもないんだけど。日頃から冷静さを心がけてはいるんだけれど、まだ修行が足りないわね。たかがこれ式のことで動転するなんて、たかがこれ式なんて言っているが、この状況でそこまでの判断を下したのはひとみさんだからこそだと僕は思う。とにかくおかげで間宮君は助かった。だが抗生物質を投与したということは、ええ、お察しの通り、あれを原料にして作らせてもらったわ。そうか、なら間宮君には黙っておかないとな。その方が賢明ね。二人は互いに顔を見合わせると、何か企みでもしているような不敵な笑みを浮かべる。あれって、
僕にもわかるように説明してほしいんだけど。ふふ、ごめんなさい。そもそもこの風土病は、千花花と呼ばれる島特有の花が原因とされているの。ハイビスカスみたいに真っ赤な色をしたそれは、花粉に強力な毒性を持っていて、長時間肺に吸い込み続けると、一種の人獣共通感染症、いわゆる狂犬病のような病が発病するの。それが風土病の正体。ええ。とはいえ、私も桐崎くんが調べたことを聞くまでは答えにたどり着けなかったけど。ひとみさんは、風にかき消されそうな声でつぶやくと、ほんのわずかなため息を吐く。その陰ではきっと、こんな気持ちを感じているのだろう。もっと早くに分かっていれば、安住さんを救えたかもしれない、と。待てよ。赤い花だって。頭の中で何か引っかかりを感じ、僕はこれまでの記憶を反芻してみる。そういえば、ゆかさんに異変が起きる前、彼女はこんなことを言っていた。いい場所見つけたんだよ。一面真っ赤な花が咲いてるの。すっごく綺麗なんだから。ひとみさんの話が真実なら、ゆかさんが言っていた花畑も、おそらくそこなのだろう。でもそうするとあれっていうのは、一体何なんですか？こんな一地区にしか起こらない病気を治す、抗生物質なんて見当もつかないんですが。毒を持って毒を制する、といったところね。そのあたりのことは、私より桐崎君に聞くべきだと思うわ。俺だって全てを解明できたわけじゃないさ。ただ感染場所が一つしかないなら、その抗体になり得るものもそこにしかないと思っただけだ。確かにその通りね。桐崎君の推理がなかったら、間宮さんにも効き目のない抗生物質を投与したままだったもの。二人は全てを悟ったかのように穏やかな表情を浮かべるが、僕の中には逆に焦りがこみ上げてくる。なんだ？この二人の言ってるあれって一体何なんだ？そんなに不安そうな顔をするな、プライム。たかが芋虫を撃たれるぐらいだ。死にはしない。え、芋？まさか、はは。きっと今のは僕の聞き間違いだよね。いや、本当のことだ。この島の風土病を治すただ一つの方法は、人間の臓器から摘出した成分にあるものを混ぜ合わせること。つまりそれが、千花花の食料として育った生物、芋虫のことだったんだ。まるで氷柱でできた海に放り出すように、兄さんの容赦ない言葉が全身に突き刺さる。それってつまり、優香さんの体の中に、安心しろ。重要なのは、その体から抽出される成分であって、芋虫そのものを投与するわけじゃない。そうね。それに、風土病に感染しきっていなければ、人間の臓器なんて必要ないから、安心して。そうなんですか。はは。そこまで聞くと、もはや苦笑い以外に何も出てこない。臓器に芋虫。いくら病を治すためとはいえ、そんなものが体内に入ると思うとゾッとする。僕でさえこの始末なのだから、小暮さんが聞いたら、そっとすること間違いなしだろう。優香さんに関しては、もはや想像がつかないし、黙っていた方が良さそうだ。しかしこれで、最後まで残っていたわだかまりも、きれいさっぱり解消されたわけだ。やはりひとみさんは、僕らの知るひとみさん以外の何者でもない。優香さんのことにしてみても、生きた人間を救う権利なんてないと、自分を卑下するようなことを言っていたが、何より、人命を重んじていればこその行動だ。昇進のひとみさんを前に、思わず溢れてくる場違いな笑顔をかき消してくれたのは、想像しい優香さんの声だった。ねえねえ先生、せっかくここまで来たのに事件だなんだで、すっかり慌ただしくて、ろくに遊んだりもできなかったから、もう少し滞在を延長しません？フィールドワークをやりたいというならまだしも、遊びたいからもう少しとはなかなか大胆な意見だな。君の成績からすると、今のうちから予習に励んでおく必要があると思うが。え、そんなにやばいんですか、私。自覚してなかったのか。それはそれで強端なやつだな。はい、それが私のいいところですから。すっかり回復し、笑顔を見せる優香さんに、小暮さんは腕を組み、ふんぞり返って言い返す。小娘のようにふらふらとした学生と違って、自分や先輩は重要な職務を持つ身なのだ。それを気安く延長とは。重要な職務ね。そもそも責任者がそれほどの熱意を持って働いてるとも思えないけど。こればかりは、鴨泉警部補の意見に賛同せざるを得ない。ちょうど事件も解決したことだし、報告を兼ねて様子でも伺ってみるかと、僕は編纂室に電話をかけてみることにした。延々続く呼び出し音に、やっぱりサボりか、と思い始めた頃。はい、編纂室です。本日の業務は終了やで。間延びした声が聞こえてくる。
どこの世界に平日の真昼間から業務終了してしまう警視庁の部署があるというのだろう。インド警部、モーソルです。なんや、あんたかいな。どや、バカンスは。あ、土産は酒の2、3本も買ってきてくれればええから。それが、実はちょっと事件に巻き込まれてまして。なんや、旅行先でも仕事してたんかいな。ほんま真面目なやっちゃな。あ、休日手当は出えへんから、そこんとこよろしく。そんなものは最初から期待してませんけど、一応警部にも報告を入れておこうと思いまして。まずですね。ああ、もうええて。そんなん帰ってきてから報告書にしたらええやん。ですが、電話でいちいち備え長い話聞きたないわ。せっかくうちも休み気分を満喫してるんやから。やっぱりそうだったか。それでも返済室に来ているだけでも上出来。と思いきや、次の瞬間、インド警部はとんでもないことを言い出した。せや、うちももう少しぐうたらしてたいし、あんたらもうちょいそっちで休んどき。え、でもそろそろ仕事が溜まってきたんじゃ。ない、全然ない。うちの貯金ぐらいきれいさっぱりや。しかしもかかしもあるかいな。おっとあかん、そろそろいかんと遅刻やわ。今日は仲間内で麻雀大会やね。ほな、ゆっくり楽しんでな。切られてしまった。どう、まだ編纂室はあったのかしら。幸いにも編纂室は存続してるみたいですし、インド警部も盗聴だけはしてるみたいです。何でも仕事がないからもっと休んでろって。その言葉に鴨泉警部補が驚いたような、嬉しいような、それでいて怒り出しそうな不思議な表情を見せる。何企んでるのかしらあの人。インド警部はでもああ見えてなんか実は裏でいっぱい動いてる人のイメージがあるからな。インド警部の考えていることなんて余人には計り知れない類のものですよ。しかし、これから自分たちはどうしたらいいでありますか。いいんじゃないですか。インド警部のお言葉に甘えさせてもらえば。ですが、そんなことをして、クビにでもなったら。そんなことになったら、まずは言い出しっぺのインド警部からクビになるに決まってるじゃない。それに、私は編纂室をクビになっても、科捜研へ戻れるに決まっているもの。え、では自分もその時は科捜研へご一緒するであります。今はこんなに穏やかでも、きっと東京に戻ればまた新しい事件が僕らを待っていることだろう。この島が真実を導き出すため僕らを呼び寄せたように、編纂室でしか扱えない事件はきっとどこで何をしていても僕らを招き寄せてくる。それなら今はその濃い闇に染め上げられてしまわないように、日常の楽しさを、光のある道にいられることをせいぜい楽しもうじゃないか。闇を抱えた人たちに光のかけらを手渡せるように。うん、いいね。お、終わった。総合評価流行り紙 B S とか絶対取れないね。まあ、多分ワードが足りないのもね、あるっぽかったんですよね。新しい音楽仕様が追加されました。スキマロクに新しいシナリオが追加されましたというところでございます。これ隠しシナリオって多分あれかな、ワンと同じだったら多分ね、それぞれの話の、いや、データベースを多分もっと充実させないといけないみたいなところだった気がする。だからいろんな選択肢を選んで、このデータベースを揃えなきゃいけないんですけど、だった気がしますね。まあ、とはいえ、まだ流行り紙のオカルトルート終わってないです。多分これね、科学ルートだったと思うんですけど、次回ね、違うルートやっていこうと思うんで、楽しみにしていただけたらと思います。だけど、プライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。